はい、どうもタイガです。今回ねやっていくのは、ゴリラします、チンパンします、クソゴリラゲーミングします、めちゃくちゃ攻めます。ユカリンにはどう攻めるか話してません。タックなんですけど、ユカリンにはどう攻めるか話してません。勝手に後合わせてくださいって感じで頑張ってもらいましょう。でも相手強いんだけどちょっと無理かな、どうだろう。まあ試すだやるだけやってみましょうか。とりあえずゴリラします。勝てればよし、勝てなかったらどんまい。お、ヌボ剣士だと取れるな、先にこっち。取ったらスライム行こうかな、とりあえず。よし、行くぞー。クレフラ殺しに行ったから多分あいつ死ぬけど、クレフラは死ぬけど、コストはねえ。ナイス。後ろは一応見とこうか。ナイス、いいね。さあグリフォン止まってないぞ、開幕出してグリフォン。取られそうだ、コストがねえ。取られたが、しかしどうだ、これマリオネットだ。これがも止まってないぞ、グリフォンが全部倒してくれた、あそこ。風船割ってくれ、割れないか、風船が割れん。後ろ見よう、マリオネットいるから。相手アビプリケだな、強いなあれ。これがは今止まってないけど、どうだ、落としきれるのか果たしてって感じだな。頑張れ頑張れ、さあここはバサッカーをマリオネットでまとめて狩る。 OK、 後ろはコラボ猫を置いて何度か止める。入荷にはそこそこ取りで取る、いけるだろう、いけるだろう。これはチビクロ引かれたけど、ゴリラ戦法いけるだろう。マリオネット流せ、飛べマリオネット、お前金バッチャーズ、ナイス、いいぞ。そうだ、飛べ飛べ飛べ、そうだ、飛ぶんだ飛ぶんだ、飛び続けろお前は、一生飛べ。あと1ミリだぞ相手。ああいいぞいいぞ、あるぞあるぞ。待て待て、ベビーに触っちゃう、これベビーの、ベビーが隙間が空いてない、ベビーの隙間が空いてない、隙間を開けろ。ね、奥寝た、寝たけど隙間がない、隙間隙間隙間、ナイスナイス。開幕やっぱみんなコストたまんの遅いじゃないですか、だからね開幕から一気に攻めまくる、これがねゴリラです。ゴリラ、語彙力失ったけどゴリラ。相手アビプリキャスね、アビプリキャとクレフラ UFO かな、多分 UFO いなかったか。ただやっぱあの速度でクレフラ切るってことは多分 UFO だと思うんですよね。クレフラ UFO アビプリキ闇で、まあ、4も何もこっちやること変わんないですけど、攻めましょうか。さて札は悪くはないけど、ちょっとプリキャがきついな、迎撃がいない、ジャイアントクラブいいね。ただプリキャ狩られるんだよね、おにんこも狩られるんだよね、アビプリキャね、強すぎて。さあ相手は足はいないね、いい感じ。よし、カマカマ、さあどんどん投げろ投げろ、投げて投げて、倒せ倒せ倒してまえ。そうだそうだ、攻めろ攻めろ、もう関係ない、問答無用。あのイカ弱かったぞ見ちゃった、あのイカ弱かったぞ。そうだ、もうこの開幕ゴリゴリグリフォンがね強いんだって、マジで本当に止まんないから。そう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 、こういうことよこういうことよ、これこれやりたかったの、これ。待って、グリフォン食べられちゃう、食べちゃダメ、倒せクレフラ、ナイス。あ、食べられた、オッケー、倒した。グリフォンまだ起きてる、生きてる生きてる生きてる、グリフォンまだ生きてる、死にそう死にそう、グリフォン死にそう。オッケー、回収もできてない。あ、これ取られてる、取られてる、待って、取れて間に合わない、待って、
あー間に合わない。なんで取られたんだ砦で。全然見てなかった。誰かサイで突き上げただろう。誰かサイでネズミ突き上げただろう。あそこになんでいいんだよ。ナイス。さあ次行きましょうか。このゴリゴリがね気持ちいいんすわ、マジで。噛み合わなかったら負けるんだけど、噛み合えば強い。さて行きましょうか。ゴリ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 。やっぱ最初にその1体2体のコストの管理をミスるだけでも開幕コストがたまんないから全部持って帰れちゃうと思うんですよね。さあ打ちましょうかね、大砲一発。だって何がやばいってさ、トレガキってグリフォン2本来てさ、コストないんだもん、もう。だいぶやばいと思う、やってること。トレで取ってほしい。まあ、取れるでしょ、トレでは。またこれ切ろうかな。で、トレガゴー。しかもちゃんと刺さってくんだよな。偉いんだよな。さあ空中でやられてもらって、いいぞ。ただ問題発生。それはもうグリフォンいっちゃおう、さすがに。これもさすがにグリフォンいっちゃおう。グリフォンチビを重ね、即死させよう。即死ですから、はい。マジで強い。マジで強いんだって。あ、待って、カエル無理。飛ばないで、本当に痛いから。それ地味に痛いんだ、カエル。見るけどキラビーで。さすがにやられちゃいましたね、グリフォン。まああんだけアンチ引かれたら無理ですね。で、相手コストすごい使ってるじゃないですか。コスト勝ちしてるって思うじゃないですか。俺のコストもないんですよ。さあ、ね、ここで、あ、ハーピーいる俺。ラッキー、あ、なんか、かぶった。二人ともハーピー持ってるわ。石化さえ解ければね。一方的なんですけど。どうすかね。ナイス、種まき。いいぞ。もう一回だけ、頑張ってくれ。種まき。からの、通常攻撃。いいぞ。あ、でもこれ死にそう。あの、あれで。あ、でも結構削ってくれてる。いいね、いいね。だいぶ頑張ってると思うわ。これが。あ、死ぬも。十分頑張った気がする。オッケー、えらいえらいえらい、もう頑張った。もうお前の仕事は終わったわ。十分やったよ。ただね、もうね、攻めれるキャラがいないっていう、今回手札事故ってんだよね。キラビで。エルフは変わるけど。あ、どっか行っちゃった。ああ。あ、いいね、倒すの。大丈夫って一回引っ張りたいな。失速したよー。しかもなんかいっぱい出てきたよー。やべえキャラが。まあハーピーいるんですけど、それコストないんですよね。やべえ、ハーピー狩られるぞ。ラストハーピー、オーケー、強い。ハーピー強いな、頑張ってんな、マジで。いいね、いいね、頑張ってるね。後ろのスライム大丈夫かな、あれ。大丈夫かな、あれ。どうだろう、大丈夫だな、多分。バーサーカー頑張れ、お前にかかってる全部。お前がそこをぶち抜けるかどうかで全てがかかっている。いいぞ、バーサーカー止まるな。キラビも放り込むから、キラビも放り込むから、ワンパン入れてくれ、頼む。バーサーカー頑張れ、お前のパワーに。キラビナイス、いいね、これよ。大型瞬殺したわ。もうグリフォンが相性良すぎた。何がやばいってグリフォンとチビフォアカさんなんだけど。マジでやばいと思う。ナイス。さあいいっすね、とりあえずいい感じですね。まあ、今回ねリーダー見えないリーグではあるんですけど、まあでも実際見えてようが見えてないか関係ないでしょ。だってグリフォンなんて出てきたら対空キャラ持ったら対空で落とすし、持ってなかったら通るんだからシャッフルできないし関係ないね。だから大丈夫、いつでもできる。さあ行こうか。ユカリンが足持ってくれること、持ってくれてることを祈ってますが、持ってくれてますね。いい感じですね。壁がね、ベビーぐらいかな。ラビット。ナイスペンギンだね。ナイスだね。ちょっと上がきついな、コスなくなっちゃった。水微分耐えろ、耐えねえ。耐えねえけど、頑張ってほしいんだけどさ、遊んでんだよな。痛え、最後の一発。マジ痛い。
これどうしよう、これ困ったな。一回流してな、できれば。ナイスペンギンだね、とりあえず。とりあえずこれ流して、いろいろやりたいことあるんだけど、ケレベでカミカミしたいんだけどさ、キラリが邪魔なんだけど。これでもやばい、これ届かない。ユカリのラビットが強いと見せつけていく。ただオッケー、完璧、完璧の位置のベイビー、完璧オバーブだね、これは完璧バブチョなんだが、問題が1個発生。もうケルベがいない。ナイスダビー、一応壁でチビドル貼っとこう。あ、これでやばい、こうっすね、ゼロ。ナイスペンギンだけど、あ、無理、あのやべえキャラ押すとかねえぜ。どうするぜ、バブは見れるけど、とりあえずこっからだな。とりあえずスキル打て。違う、そっちじゃない。あ、それクソ、これは初負けか。迎撃がいないんだよな今回。あ、どっか行った、ビートル。なんでお前上行った？お前ベビーを避けたな今。あいやー、ブラドラ詰まりましたね、トレガモ。あれが全ての原因、あれ詰まっちゃって、サイクルガールにビーム2発一方的にやれたんで、マジでもったいなかった。あれ、お、再戦行こうか。じゃあ、こっからが本番やこれまでもめちゃめちゃ本物だったんだけどさ。さあ行こうか、ゴリゴリのカマキリも引いちゃったよ。パーティーの始まりだぜ。剣翔くんなんてもったいないぜ。ペンギンも引いたぜ。流しまくるぜこれ、流すぜこれ、これ流しちゃうぜ。ナイスだぜ、行くぜ。準備はいいか。俺はひたすら流すんだ。ひたすら流すだけや。あ、やべえ、これであとワンパンや。ひたすら流してけ、コストがねえぜ、取り手見れないぜ一切。やべえぜ。ナイスだユカリン、カタパルト素晴らしい。行ってこいグリフォン、もう何も見てない、もうただただ前しか見てない、本当に流してしかいない。もう相手のキャラ見てないもん今。相手のキャラ見る必要ある？これ砦取るの偉くない？ちゃんと砦はね、狙いに行きますわ。あ、ユカリンが見せてるの、あれビーム、ビームじゃなくて、なんだっけ、もうこれ前でしょこれ、もうこんなの無理でしょ、だって無理だもん、止めるないもん相手のキャラ。これ無理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 、スライム強くない相手。これ間に合う、間に合うの本当に、本当に間に合う。あ、ユカリンが一応正面つけてる俺は前しか見ない、ちょっとやばい、コースないゼロ、サイクルから見る、かぶった。あー、まあこういうこともある。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。こんな感じですね。楽しい。以上。勝つときは勝つけど、負けるときは負ける。そんな感じですね。もう、これは完全に頭を使ってない、キャラが噛み合うか噛み合わないかだけで遊んでみました。よかったらね、ぜひやってみてください。グルチャリーグとかだったらね、結構リーグポイントをがっつり稼ぎたいとか、時とかだったら、ありかもしれん。ありかもしれない。というわけで皆さん、またよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。